手塚山駅は、大阪府大阪市住吉区手塚山西1丁目にある、南海電気鉄道高野線の駅。駅番号は、NK51。かつては、学院前という副駅名がついていたが、2013年に更新された新デザインの駅名表には記載されず、副駅名は抹消された。相対式2面2線のホームを持つ、地平駅である。ホーム有効長は6両。住宅地と道路に挟まれており、ホームの幅は非常に狭い。ただし、上下線間隔を狭めて、ホームを広げる、椅子をバータイプにする、ホーム上にあった倉庫を撤去するなどの努力はなされている。改札はホームごとに独立しているため、入場後のホーム同士での移動はできない。各ホームの改札口は高野山寄りにある。高野山方面行きの改札口は、出入り口合わせて3基の簡易改札が並んでおり、狭い空間をうまく利用している。また、高野山方面の駅舎には、自動券売機が設置されておらず、常駐している駅員から直接購入することになる。なお、駅員がトイレなどで席を外している場合は帰って来るのを待つか、目的の駅までの運賃を確認の上で、向かいの難波方面駅舎にある自動券売機を使うことになるので、急ぎの場合は注意が必要である。運賃後払いにすることができる発券機が設置されているので、それを利用し下車駅で精算も可能。高野山方面のホームの出入り口は一時期、簡易改札設置工事に伴い、現在とは正反対の難波側に仮設された。現在は朝ラッシュ時のみ開放される学生専用出口改札になっている。2019年時の1日平均乗降人員は7987人で、南海全100駅中37位である。近年の1日平均乗降人員の推移は、下表の通り。徒歩4分の距離に、南海電気軌道上町線手塚山3丁目、停留場があり、乗り換えることができる。大阪シティバスの手塚山中1丁目停留所が、駅北側を通る南港通りに設置されている。ありがとうございます。